はい、こんにちは。小ケン治です。はい、今日はですね、あの、メルカリのですね、購入者キャンセルについてね、はい、まあ、そういった経験をしたんでですね、お話しさせていただくといいかなと思ってね、ここに残します。というのはですね、あの、僕ですね、あの、まあ、壊れた、メルカリでね、物を買ったんですけど、そしたらもうその物が壊れていてですね、 で、まあ、それをですね、まあ、返却したいなと思ってですね、まあ、いろいろ調べたんですけど、あんまりね、いろいろ出てこなかったんですね。特にね、動画は一個もなかったかなと思ってですね。はい。まあ、これで僕が経験したことをね、残すとなんかお助けになるかなと思ってですね。はい。今ね、お話をさせていただいてます。で、僕はその時ですね、まあ、こういったね、イヤホン買ったんですね。これじゃないんですけど、で、まあ、こう、ノイズキャンセリングが出、 あのまあ、ワイヤレスですね。まあ、ブルートゥースでこうスマホなんかと、ね、こう接続するやつをですね、まあ、こうか、欲しいなと思ってね、買ったんですね。で、まあ、なんか、ほとんど使ってなくてですね、で、まあ、9000円っていうので出てたんでですね、まあ、購入したんですね。まあ、これじゃないですよ。で、こういうふうにですね、まあ、こういうのってですね、あのー、 こうやってまあ出,す出してですね、これだ出すと、もう出した瞬間に、まあ、どの機種もそうだと思うんですけど、電源が入るんです。はい。で、まあ、これはそうでもないのかもしれない。こう、ランプがつくんですね、ピコンピコンって言ってですね。で、まあ、こっちのスマホとですね、こうやって接続するっていうね、あのー、仕組みになっているんですけど、で、それ買っても、買ったらですね、あの電源が入らないんです。で、 いろんなことをね、も,うものすごい試したんですね。まあ、それ、ソニーだったんですけど、ソニーのですね、説明書とかもね、はい、まあ、紙のものであったりとかですね、ネットでもですね、まあ、穴が開くぐらい見てですね、それで、あの、まあ、リセットしたりとか、初期化するとね、治るかもしれませんみたいな、もうとにかくね、あらゆることをやったんだけど、電源が入らなかったんですね。 はい、でもうこれはもうちょっと無理だなと思ってですね、で、あのー、その相手側にですね、ちょっとメールをしたんですね。で、まあ、メールをしてですね、あのーまあ、壊れてるから返品するんでですね、あの対応の方うを、ね、お願いしますということをですね、まあ、今言葉で言ったようなことをですね、まあ、ものすごくね、事細かくですね、はいあのー、説明してですね、書いたんですけど、その返答がですね、 あのまあ、簡単に言うとですね、まあ、自分が確認したときには動いたよと。ただですね、えーごく、ご購入いただいた時点でですね、えっ、ー、とですね、えーよえーと、あくまで素人保管のために、ご理解いただける方のみご購入くださいと明記はしてありました。 ご購入いただいた時点で、その点はご理解いただけたという判断をしておりますので、誠に申し訳ありませんが、当法の意向としましては、ご返品に応じるという意思はございません。ご意向に添えず、心苦しくはございますが、ご理解いただけると幸いです。要はですね、あのー、お金返さんよと言ってるわけですね。はい。まあ、物は壊れてるかもしらんけど、まあ、とにかくお金は返さんと。 で、この相手方です、相手方ね、売ってくれた方と連絡があったのはですね、レスポンスがあったのはですね、この1回きりですね、はいでメルカリの事務局もですね、いろいろやってくれたんですけど、まあ、結局、返事は、レスポンスはなくですね、僕にあのー、メールっていうかね、この あのメルカリのアプリの中でですね、やり取りするところがあるんでですね、そこでそのメールが一回来たきりで、何も、それで反応はもう終わりでした。で、結局それでですね、僕もそれだと困っちゃうんでですね、じゃあキャンセルの方をさせていただきますねと。で、購入者キャンセルボタンっていうのがね、下の方にあるんですね、一番下の方にですね。それをポチッと押していただくとですね、購入者キャンセルっていうのができてですね、 でまあ、結局、相手方はですね、全く無反応、まあ、無視だったんでですね、あのメルカリの方での、ね、お問い合わせというところがあるんでですね、そこの方で、ね、お問い合わせをしたんですね。そ,その返答が、ね、これです。はい、お問い合わせありがとうございますというね。でまあ、こういうのを書いてくれるとですね、非常にこちらもですねあの安心しますね。 僕は結構メルカリはですね、何もしてくんないのかなと思ったんですね。はい。もう民事不介入じゃないですけどね。で、そしたらですね、まあこういうふうにですね、メルカリさんの事務局の方からですね、売り主さん相手方の方にですね、はい、あのー、まあ、まあ、返事、返事してくれということをですね、はい。まあこうやって送ってくれたんですね。で、まあそれでですね、まあ、 あの全くの無反応だったんでですね。はい。まあ、これはですね。まあ、まあ、こういったものもね。はい。えー、話し合いを、そう、先にこっち来たのかな。まあ、お話し合いをね、サポートいたしますので、ご安心ください,っていう、ね。まあ、こういうのが来たんですね。だから、まあ、最初はなこれ話し合えっていう、ね、ことだったんですけど、で、それでこのメールの、さらに、 結局反応がないんでですね。はい。またさらにですねも、僕の方からですね、あのー、反応がないですよと。全く返信がないですと。だから、あのーど、どうにかしてくれということをですね、メールさせてもらったらですね、そしたらですね、まあ先ほどのですね、はい。これですね。うん。はい。 まあこ、これですね。まあ、非常にね、あの心強いっていうんですかね。はい。まあ、あの事務局の方でですね、もうキャンセルしてくれたんですね。だからまあ、自動で、まあ、僕、それ9000円だったんですけど、9000円が戻ってくるということでですね。はい。まあ、この間もね、何べんも言いますけど、相手方は全く無反応です。だからこの事務局の問いかけ、事務局からのメールに、からも全く無反応ということですね。はい。 でですね、まあここでちょっとまあ僕心配だったのはですね、物はですね、僕のところにまだあったんですね。はい。だからこれ物をね、返さないといけないと思ってね、返さないじゃないかって言ってですね、怒って、怒って気ようもないんですけど、まあ怒ってこられても困るなと思ったんでですね、これ物が僕のところにまだあるんですけど、どうしたらいいですかっていうことをですね、 あの向こうにね、まあ、また聞いてみたんですね。そしたらですね、またですね、まあ、丁寧にですね、はい、ものが、ああ、そのメールがね、また来たんですね、はい。で、で、まあ、というか、ここ書いてありますね。で、期日内に対応が見られなかったため、取引をキャンセルいたしました。 そのため、お手元にある商品につきましては、そのままお取引お聞き取りいただいても問題ございませんので、ご利用いただいても、破棄いただいても問題ございませんという。まあ、これは確かになるほどなと思ったな。恐れ入れますが、さらなるトラブルを防ぐため、商品としての出品はご,連ご遠慮ください,っていう、ね。はい。毎日出品者より事務局までご連絡があった場合は、適切に対応いたしますので、ご安心ください。よろしくお願いします。株式会社ミルカリというね。 まあ非常にですね、あの、誠意ある対応をね、メルカリさんがしてくれたんでですね、僕も本当に良かったですね。はい。だから結構あれですね、多分ね、これ、もこの商品も僕が返さなくてもいいというのもですね、すごいなんか大胆というかすごいなと思ったんですけど、多分ですね、まあ僕らこのメルカリを利用するときにですね、 まあ最初にですね、アカウント作るときにですね、まあ多分その規約っていうかね、そういうのにど同意書っていうのがあると思うんですね。で、まあ誰も読んでないと思うんですけど、僕も読んでないですけど、同意するっていうボタンを多分押してるんでしょうね。まあ万が一こういうことがあった場合にですね。はい。ということでですね、まあそのものはですね、まあ今でも僕のところにあります。ちょっとね、まあ処分に困ってるんですけど、はい。まあその後もですね、充電したりもしてたんですけど、やっぱり、 電源はね、入らないものでしたね。はい。ということでですね、あのー、購入した方で、まあ、こういったトラブルっていうかね、はい、壊れたものが送られてきた場合にね、どうしたらいいかっていうとですね、購入者キャンセルをしてですね、<laughs> それで向こうの方がですね、はい、売ってくれた側の方が対応してくれればね、その後ちょっと話し合ってですね、っていうことですけど、まあ、話し合いが、 あのー、不調の場合はですね、このメルカリさん事務局が出てきてくれてですね、まあこういった裁判じゃないですけどね、こういうふうに、はい、まあ、やってくれるということでですね、はい、まあかなりあの購入者の方のキャンセルもできるよということのね、まあ、僕の経験のね、お話をさせていただきました。ということでね、はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。さよなら。